こんにちは、デリッシュキッチンです。クックバーの提供でナスと豚肉の重ね蒸しをご紹介します。ナス1本はヘタを切り落とし、しま目に皮を剥いて縦に八つ割りにします。水にさらしてアクを抜き、水気を拭きましょう。ごま油小さじ1をまぶしておきます。豚肩ロース肉の薄切り 80g を一口大に切り、ボウルに入れてすりおろし生姜小さじ1、醤油小さじ1、酒小さじ1、片栗粉小さじ1を加え、下味をつけます。クックパークッキングシートを用意し、30センチの正方形に切ります。対角線に折り、耐熱皿に広げて、中央にナスの半量を広げ、豚肉の半量を乗せます。豚肉は重ならないように広げて乗せましょう。残りのナスと豚肉を乗せ、手前と奥の頂点を重ねて1から 1.5 センチ幅に 3,4 回折り込み、両端を2回ほどひねります。500ワットのレンジで約4分加熱しましょう。シートに乗せて包み、レンジ加熱するだけで OK。 加熱している間にタレを作りましょう。めんつゆ2倍濃縮大さじ1に酢大さじ1/2を加えて混ぜ合わせます。加熱した包みを取り出し、包みの真ん中から開きます。クックパーは蒸気を適度に通すので美味しく蒸し上がります。白髪ネギを飾りましょう。クックパーとレンジで簡単に一品できちゃいます。タレをかけたら完成です。ぜひお試しください。以上、デリッシュキッチンでした。